こんばんは、日常演舞です。本日はカインズのマフィンにまた新作が出ていたので食べてきました。なんと今回は驚きの商品じゃなくて驚きの食品が中に入ったマフィンも出てきますよ。ではどうぞ。一品目、きんぴらごぼうマフィン。きんぴらごぼうとあなた思いました？はい、私も思いました。だけどこれが意外となんですね。チョコクランブルマフィン。クランブルのカリカリは美味しいんだけど、一品目が衝撃的すぎてちょっとありきたりに思っちゃいましたね。で、ちなみにカレーマフィン、まあこれも意外っちゃ意外なんですけど、きんぴらごぼうに比べればまあパンもありますからね、味的にもありです。4品目、抹茶アーモンドマフィン。アーモンドのカリカリは美味しくはあるのですが、抹茶が少し弱いですね。チョコとアーモンドに負けてます。最後、卵サラダマフィン。卵サラダのまろやかさがしっかりマフィンに染み込んでいますね。だけどやはりいかがでしたか？私の中ではきんぴらごぼうが入ったマフィンがあんなに美味しいとは思わなかったので、今回の代表として5点とさせていただきます。シャキシャキとした食感と甘辛い味付け、マフィンに合うんですね。カレーも美味しかったんですけど、ちょっとありったりかなという気がしました。まあカレー自体が結構カレーパンでよく食べるような味だったので、卵も同様ですね。あとクランブルや抹茶アーモンドも定番っちゃ定番の組み合わせだったので、最初に食べたきんぴらごぼうほどの目新しさはなかったなと思ったので、今回はきんぴらごぼうを代表にさせていただきました。あなたにもぜひ食べてほしいです。特に野菜が足りてないと思っている人には。それでは本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。